パーペンブルクの二つの屋内造船ドック露店ドック1987年に建設された屋内造船ドック内部。中央の船はドイツの調査船、ゾンネ2013年4月12日、ゾンネ建造中の屋内造船ドック。ビジターセンターマイヤーベルフトはドイツのパーペンブルクにある造船会社。河川用クルーズ客船を担うグループ企業、ネプトゥンベルフトとに、 マイヤーネプトゥーンの参加にある。日本語ではドイツ語を直訳したマイヤー造船所とする表記も存在している。1795年に木造船の造船所として設立。1872年には蒸気機関を搭載した鉄製の船の建造に着手。1873年には最初の三隻を、翌年には初の客船となるトリートンを浸水させた。 19世紀を通じ400隻以上を建造。第一次世界大戦前には、21世紀まで航行を続けた1909年のプリンツハインリヒと1913年の月船が建造されている。第一次世界大戦を乗り切り、1934年に建造され2012年まで使用された検査船エムスを含む船舶を建造したほか、漁船、東大船、巡視船、 沿岸洋客船などに事業を集中した。第二次世界大戦が終結すると、貨客船、LPG 船、ロロ牢船、家畜運搬船、クルーズ客船と事業を広げた。1975年には、エムス川沿岸からパーペンブルク近郊へ移転している。1987年には、世界最大となる屋内造船ドックを建設した。その後、年には、 さらに規模を拡大した第二の屋内造船ドックを設けている。1997年、ロストックのネプトゥーンイングストリーロストックとグループ化した。2003年には500人もの大量解雇が発生した。これは2001年に発生したアメリカ同時多発テロ事件の影響でクルーズ客船の新規受注の見通しが立たなくなったことが背景にある。 2014年8月には、フィンランド政府と共同で、STX ヨーロッパから、トゥルクの STX フィンランドの造船所を買収。株式の取得比率は、マイヤーベルフトが70%、フィンランド政府が30%。初手続きが完了次第、マイヤートゥルク造船に社名を変更する予定。建造する船舶は、クルーズ客船、LPG 船、LNG タンカー、フェリー、 老呂線といった民間向けの大型線が主力である。従業員3100人を有し、地域最大の雇用を創出する企業の一つとなっている。マイヤー・ベルフトが要する屋内造船ドックは世界最大のものとして知られており、1987年のものは全長370メートル、幅102メートル、高さ60メートル。さらに、 これを1991年に100メートル延伸している。2001年から建設したものは2008年の延長分120メートルを含めて全長504メートル、幅125メートル、高さ75メートルとさらに大規模な施設となった。この他に敷地内に露天ドックを一基保有している。パーペンブルクで建造された船は 浸水後、エムス川へ進み北海へ向かうことになるが、大型船の場合は、エムス川川口関により、エムス川の水深を最大2.7メートル上昇させることが必要になる。パーペンブルクの造船所は、それ自体がマイヤー造船所として、ヨーロッパ産業遺産の道に組み込まれており、北部ルート、製造業ルート、運輸、通信ルートの3つに属する。 アンカーポイントとなっている。観光客を受け入れる施設として、ビジターセンターを設けており、年30万人が訪れている。受注済みの船を含めて、主要な建造船は、2013年1月の段階で、クルーズ客船40隻ロー、ロー船を含む、フェリー29隻各種がスタンカー56隻家畜運搬船27隻。別期なき限り以下の出店は、 2013年1月のカンパニーブロシュアによる、英語による故障も、マイヤーワーフト。A、マイヤーシップヤード、ラン、マイヤーシープスワーフ、フッツ、レシャンティアネーバルマイヤー。ドイツ語のミシャメイと同じマイヤーワーフト。ありがとうございます。